えー、こんにちはこの度は体の枝のご購入と、そしてステーキグへの参加、本当におめでとうございます。まあ、別に私が儲かるわけではありませんけども、本当おめでとうという、ね、声はかけさせていただきます。だから、ありがとうございますっていうのとはちょっと違うのかなと思います。まあ、これからね、ステーキングをするにあ、えー、たってですね、5日ごとにエポックの切り替えっていうのがあります。エポックっていうのは時間の流れっていうふうに考えてもいいのかなと思いますね。体の枝の1日っていうのは、私たちの暮らしでは5日に相当します。 5日ごとに体の枝は1日ずつ年を取っていきますのでそのたんびに私たちの銀行口座に報酬が振り込まれるんですよね、まあ、正確に言うと私たちの銀行口座ではなくてまああれですねあのダイダルスになってくるわけなんですけどもまあでもねこういう風なものが不労所得なわけなんですよと同時にこの体の枝ってのは次の時代を作っていく新しい概念ですちょうどですね うん、電気ってものがこの世の中に広まっていった時にあこれからは電気によって新しい時代ができるなってワクワクした方がこのねかつて地上に何人もいたと思うんですよ。私たちは今ブロックチェーンに対してその人たちと同じような気持ちになっているというふうなことが言えるんじゃないかなと思います、まあ、そうですね身近な例で言ったら携帯電話とかじゃないですかね携帯電話がこれから世の中に広まっていって絶対に人々が手放せないものになるぞ っていうふうに、携帯電話の権利を買った方がいたわけなんですけども、今私たちは、権利ではありませんが、この体のステーキングっていうものに参加して、すごい世の中になっていくぞっていうことを、自分たちがね、支援者として、先行者として見ることができるんですよ。まあ、そうなんですよ。えー、ぜひね、思っていただきたいことがあるんですけども、私たち、体の枝のホルダーは、今日買った方も含めて先行者なんですよ。これから、 ブロックチェーンエキスポもあります来月楽しみですよ新しい世界を先行者として見ていきましょうそれでは失礼します